私の負けか。随分と腕を上げたな、アキヒコ。お前こそ、危うく処刑されるかと思ったぞ。ミスル、戦いの前、俺はお前に何を言った？どういう質問だ？確か、亡くなった私のお父様の話を。バカすような小細工を弄する貴様には分からんかもしれんな。俺たちの絆はそんなに安くない。アキヒコ、お互いの情報を交換しよう。現状確認がしたい。な、とは言っても、俺の情報はたかが知れてるかな。ラビリスの行方はつかめたか？アイニスが接触したそうだ。どうやらこの学校の生徒会長だと名乗っているらしい。いや、なりきっていると言うべきか。なりきっている？テレビに入ったという自覚がないようなんだ。他人に入れられたならありえないとも言えないが、学生生活を演じるようなことになっているのは謎だ。それともう一つ、奇妙な声を聞いた。確信はないが、おそらくラビリスだ。心の声か、記憶だろう。深い嘆きの声だった。苦しみ、悲しみ、耳を塞ぎたくなるような生々しい言葉。本当にラビリスなら、まるで人間だ。今のアイギスにも劣らないかもしれない。確かに、アイギスの姉妹機なら精神を持っているだろうが、旧式の方が優れているのか。そんなはずはないが、なんと。ただ、これは憶測だが、彼女の深い負の感情と、この大会には関係があるような気がする。
どういうことだ。なあ、本当にラビリスは盗まれたんだと思うか。あの総統の言動はただ私たちを排除するより苦しめたがっているように見える。強奪犯がそんなことを望むか。まして無関係な高校生まで巻き込んで。なるほど。あのクマ総統の行動はラビリスの動機と符合する。いや、むしろラビリスこそが奴の正体かもしれないということか。もしかするとラビリスはずっと以前から意識が戻っていて、輸送の隙をついて自ら脱走したのかもしれない。ミツル、眉間にシワが寄ってるぞ。そんなこと今はどうでも。難しく考えすぎだ。想像上のものに押しつぶされてどうする。そんなのは敵を倒した後でいい。簡単に考えすぎだ。とにかく今は時間が欲しい。敵の場所は分かってるんだろう。ああ、反応は補足している。すぐ近くにいるはずだ。あとは任せたぞ、アキヒコ。私の期待に応えてくれよ。当然だ。放送室、ようやくだな。奴の正体はラビリスじゃないのか。
我は影、真なる我。ラビリスが2体。いいだろう。両方おとなしくさせるまでだ。ようこそベルベットルームへ。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にあ